めでとうございます。おめでとうございます。はい、2022本年もチームよしこがむかい TV どうぞよろしくお願いいたします。はい、で今日はスタジオで始めるんですけれども、前にあのリクエストにいただいたストレッチとかそういうのをなんか見たいみたいなのを言われたので、普段私がやってるストレッチポールストレッチポールを使った、ストレッチを今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。では始めます。よろしくお願いします。じゃあまず背中ゴロゴロ、はい、でお尻を上げて、はい、肩甲骨から、はい、腰から、はい、割と長めに、はい、で特に肩甲骨周りを意識してください。これは気持ちいい。そうでしょう、気持ちいいでしょう。じゃあ次いきますね、はい、したら次は脇の下、これ痛いやつだ、はい、脇の下こうゴロゴロしたり、あと胸前当てたりとか、あと後ろ側当てたりとか、めっちゃ痛い。そう、リンパ溜まっている。痛い、あすごい名前、痛いよ。痛いの痛いの、これがね、リンパからほぐすと、はい、すごい動きやすくなるの。そうなんです。脇の下、はい、胸前、後ろ側ね、はい、あー全部痛いよ。そうなんです。綺麗な皆さんは涼しい顔でやりますよね、よくね。インスタだと涼しい顔してやってるけど、こんなに痛いんですね。そうなんです。はー、そう、それからだんだんこうね、二の腕、肘から上とかね、はい、はい、もうこう流していきます、はい、二の腕です。これはこれもこう脂肪を潰すイメージ。よし、脂肪を潰そう。うん、よっしゃ。そう、肘を引きます。後ろに肘を後ろに引きます。で、はい、耳後ろから首肩、耳後ろから、はい、首肩結構深くこう、はい、入るんですね。そうなんですよ。はい、グイーッとこう落とすようにしながら、もっといけばいいんだ、はい、これもリンパ意識して、で、ある程度やったら真上、はい、で、後頭部なんていうの、首の境目、後頭部あたりとか、はい、肩のあたりとか、こう縦に動かしながら当てていきます。そうするとだんだんこう目が開きやすくなってくる感じしない？あ、確かに。そう、すっきりしますね。はい、ある程度やったら反対もです。はい、肘が見えるから、ね、そうそう、今肘の説明ね、はい、こう引いて、はい、なるほど、こうやって、はい、右の後ろとか、はい、あと前側とか、あ、後ろ側とか入れていきます。そしたら本当目がパチッとこう開く感じになっていきます。そしたら痛いけど次いきます。痛いけど、はい、今度は骨盤のすぐ上を乗っけて、はい、これも後ろ目とか
ボコ前はい、これがここね、骨盤の上ね、はいはい、ここです、ちょうど、はい、ウエストあたりね、はい、流します、はい、前側もね、はい、前側もここのリンパが痛いな、うん絵にかわざが出てきた。こちらが難しいんじゃないですか、ね、そうだよ。はい、反対もですね、同じように骨盤のすぐ上、はい、よし、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ一回座ってみて、はい、でそのまんま、はい、ほら伸びやすくなりましたよ、でしょ、はい、生まれ変わった、私、はい、ヘッドロールとかもしてみて、はい、オーラ回りやすく、オーラ、ほんとだ、広い、はい、世界が広い、じゃあモーニングのメンバーに好評だったやつをやろう、はい、お腹を引き上げます、はい、で頭の後ろ、はい、で肘と膝を近づけます、はい、でこの横のお腹のお肉をむぎゅってこう潰す、はいはい、振り子状態です、しっかり肘を膝に近づけて、ギュッ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 、大体15回から20回ぐらいかな、20回ぐらい、猫背にならない方がいいんですよね、そうなんです、お腹を引き上げて、引き上げたまま、そうです、ある程度やったら、はい、組み替えます、右と左を、はい、同じように、はい、っていう感じで振り子のようにやります、すごい、はい、これでね、あの飯久保さんとかウエスト細くなったって報告受けました、はい、じゃあ次これね、最初にやると本当はいいんですけど、はい、耳を回します、耳を、耳を回します、はい、耳回して、これね、場所がない時とかよく楽屋狭くてストレッチできないとかいう時には、はい、まずこれ、そうすると一気に体が温まって、確かに、でリンパも流れるので、ある程度やったら耳の後ろからリンパ流して、流して、流して、はい、鎖骨、はい、流して、流して、はい、流して、ね、流しますね、たらさっきポールでやったから多分大丈夫だと思うんだけど、脇の下に指を入れて前を掴む、しっかり、はい、はい、回して、おー、はい、でもいつもより、そう、動かしやすいはず、うん、これもある程度やったら反対回しも入れます、すごいな、ポール、はい、そしたら今度は親指を脇の下で後ろを掴んで、後ろ、はい、あ、ある程度、うん、はい、逆回しも入れます、もうこれは本当にストレッチポールがないとか場所が狭いとかそういう時どこでもできる系ね、はい、反対いきますね、やりました、流しました、そしたら股関節にこの付け根のところね、指を入れて、はい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 、もう普通に動かしてるだけです、パンツのラインの、そうです、ちょうど下の方ですよね、はい、逆もいきますね、はい、ちょうどこのね、付け根、はい、ギュッと入れて、流しましたね、はい、はい、そしたら次座って、座る、はい、座骨のちょうど下、はい、あたりに、はい、はい、ゆらゆらゆら、ちょうどこう筋肉をもりもりっとこう乗っかって動かしてる感じ、はい、それ気持ちいい、そう、でだんだん位置をずらしていきます、もも裏、ここ痛いんだ、そう、大きい筋肉ね、もも裏。痛いんだけど、ほぐれていきます、はい、ですよね、あれもっと前の方まで行ってるよね、だんだんね、そう、ポールの位置を変えて、
膝裏目指していきますよ。動かしながら。はい。ちょっと私なんか内村光源みたいな。はい。膝裏もです。はい。これもインアウトとか入れながら。はい。これもだんだん。はい。ふくらはぎ。これもお肉をこう盛りってこう筋肉を動かす感じ。はい。だんだんこれもまた位置をずらしていきます。はい。足首とくるぶし側も、くるぶし側も、はい、でこう転がしてこねる、こういう感じでね。くるぶし、そこをとか、それいいですね。こうやったりとか、内股も入れつつやります。これ頑張ってる層に見えなくていいですね。うん。指に、足の指の間に入れて、はい、開くようにして、はい、はい、ストレッチ入れながらこう足首回していきます。足の甲も伸ばす感じね。はい。反対回しも入れておいてください。はい。これは気持ちいいわ。温泉使ってるみたいな。はははは、はい、オッケー。じゃあ一回ちょっと伸ばしてみて。あー、気持ちいいですね。僕らかな、僕らかな、これ。じゃあ私のやる簡単腹筋やります。お願いします。はい。じゃあウエストの下あたり、あ、これを使った腹筋なんですね。はい、乗っけます。ウエストの下あたり、ちょっと待って。そしたら自分でポールを押さえて、はい、足の裏を床に向かって蹴り上げる。はい、蹴り上げるわけだね。はい、そこから下から伸ばす。はい、はい、はい、いきますよ。はい、はい、1、はい、あ、ちょっとか、あ、ダメか。2、3、4、10、あと5回行こう。あと5回。4、15。はい、最後は自分で支えて、こうくの字にならないようにまっすぐ支えます。はい、そのまま頭後ろ。すごい。はい、オッケー。はい、ゆっくり戻してロールダウンってやつね。はい、そのまま遠く引っ張る。はい、はい、お腹伸ばす。はい。はい、OK。簡単腹筋でした。バランスですか？素敵よ。はい、こんな感じです。はい、はい、まあ普段はもうちょっといろいろもっとやるんですけど、はい、あんまり長いと皆さんやらないじゃないですか。はい、じゃあ簡単ストレッチポール使ったストレッチでした。